りました。こんばんは、こんばんは。ではキスバイエイト初日でした。やっほー、皆さん見てくれましたか？見に来た人、こんばんは。こんばんは、はい。あ、ありがとうございます。あ、スイカさん、タワーありがとうございます。なんだろう、アイスタワー、かわいいクマちゃんタワー。やっほー、どうでしたか？私は初日のいろんな役やったんですけど、どうだったかな？楽しめましたか？ライブパートもあったり、そう、いろいろあったんですけど、どうでしたか？そう、でも私はすごい、そう、全部可愛かった。 ありがとうございます。そう、でもカップルの話はどうだったのかなって思う。そう、でも毒娘とかは本当に楽しくできて、そう、なんか本当女子高生って感じ。そう、でも毒娘のホワイトボード私が書いたんです。見ましたか？こんばんは。そう、あとカップルと83なんですけど、あ、夏目さんもタワーありがとうございます。ありがたわー、どうもありがとうございます。そう、そう、あとは83もやったんですけど、83もいっぱい、そう、面白かったです。そう、カップルね、カップル、いい話っていうか切ないよね。明日行くを待ってます。まだみんな見てない人もいるから、あんまり言っちゃうとあれだもんね。確かに確かに。カップルのは切なくなったね。そう、どうなんだろう。でも私、なんか私すごい、なんか、なんだろう、悪女じゃないですか。そんなことないか。そう、でもどうなんだろう。初日公演はお疲れ、ありがとうございます。来週お日曜日を、日曜日も来週もよろしくお願いします。イエーイ。悪女ではないよ。本当？そうかな。そう、なんか私的には、そう、なんか、そう、最後なんかね、心が痛い。私は面白かった、本当は良かったです。小型申しの親戚の子がやちゃんマン可愛いって言ってた。おー、ほんと嬉しい。キョカちゃんの、キョカちゃん推しな方が、嬉しい。さよならモーリさん、あ、そう、さよならモーリさんも見てくれましたか？あの今日運動会、そう、 TVer のサムネになったよ。私なんか里美奈がいっぱい騒いでたけど、あ、私もサムネになってるって思って嬉しかったです。楽しい舞台ですか？めっちゃ楽しい舞台です。すごい、なんか私たちやってる方は楽しいし、なんかでもそれが客席にも伝わったらいいなと思って。そう、うん、なんか、なんだろう、いっぱいいろんな気持ちになってくれたらいいなって思う。いろんな気持ちになると思う。そう、
なんか笑えるし、でもちょっと切ないし、でもほっこりするしみたいな、そういろんな、そう感情がある気がする。キスバイエイトはなんか懐かしいなーもあるかもしれないそうでも本当にめっちゃ面白いと思う。いっぱいその内容が、深い話、そう深い話、深い話でしたか？来週の月曜日、お、来週の月曜日。こんばんは、こんばんは。ショールームでも久しぶりかな、久しぶりかもしれない。うん、でもそうライブパートとかも毎日違うので、ライブパートは毎日違うので、そう出るメンバーとかもそう曲も変わったりするので、そうめっちゃいいですよ。すごい楽しい。撮影タイムもあるから、そう明日は、明日は土曜日だからメンバーがいっぱいいるね確か。うん、どこまで触れていいのか難しい。え、あ、内容がってこと？確かにどこまで触れていいんだろうね。なんか感想を聞かせてとか言ってもさ、みんなあのシーンの子が良かったみたいな言ったらネタバレになっちゃうのか。みんな優しい、やっぱりみんな優しいです。優しいというかさすが、なんか気を使える人たち。キュン、日にちお疲れ様でした。ありがとうございます、ありがとうございます。そうでも良かったですか？良かった、見て良かったって思ってくれたら良かったな。それよかったな。でもよかった。お、ありがとうございます。考察、考察はいいんじゃないよかった、ありがとうございます。初日が無事に終わった感想、いやー本当にもうよ、本当に無事に終わってよかったというか、無事に迎えられてよかったです。いや本当、でもやっぱりでもめっちゃ緊張する。本当になんか緊張するし、うん、でもすごい楽しかったです、はい、やっぱでもみんな稽古の時となんか気持ちがさらに入ったりしたりして、なんかすごいやっぱチームメイト本番強いなって思ったり、なんかそう、でも本当に演技お芝居楽しいなって最近思えるようになってきたので、なんかそこもすごい楽しいポイントかなって思いました。そう、それな、それな、かわいい、ありがとう、楽しそう、あ、そう楽しそう、そう楽しかったです。
早く見たくなったね。みんな本当に早く見てほしい。でも明日はあのチームが変わるので、日替わり、日替わりのメンバーが変わるので、そうライブパー、あ違う、そう今日りんちゃんだったとこが変わったりとか、だから日替わりメンバーが変わるので、そこもすごい明日楽しみだな、楽しみです。今日見た明日も見る人はそこもめっちゃポイントかなと思います。初日行きましたありがとうございます。お代理とイチャコラしすぎじゃね。あ、そうですか。そう、当日券売ってるみたいだし見に行ける。そう、当日券あるんでしょ、なんと異例の当日券。そうだからみんな当日券でもぜひぜひ来てください。おだいりちゃんとの演目すごく良かった。え、嬉しい。本当にあれがね、本当に緊張する。そう、あれはちょっとね、いやもうこれからちょっと毎日ちゃんと良くなっていきたいな。あれは。でも嬉しい。それ本当に嬉しい。なんかどうなんだろうと思ってたから。そう、嬉しい。なんか二人だけでやる舞台も初めてだし、その。全然あれだけど、ちょこちょこだけど、そう、だからね、2人だけってなんか新鮮ですよね。舞台上にそう1対1だから、そう新鮮でもないか、でも普通にあるか舞台上で。そうでも一つのお話をさ2人でやる、2人だけでやるっていうのがさ、そう初めてだから、そうなんか新鮮でよかったです。配信土曜日とかにあるんじゃないかな、どっか土日どっかであった気がする。うん、詳しくはあのキスバイエイト公式サイトへ。来週の土曜日、あ来週の土曜日21日かな、21日か。うん、そうや、昼夜行きます。おー待ってます。3階、お3階もねめっちゃ見えるよ3階。うん、そうだからライブパートでいっぱいね手振るわ。そう明日2回公演なんだもんね。そう頑張ろう、頑張ります。毒娘の黒板もっと注目してみる。あれさ、そう写真撮ったからみんなに見せたいんだけど、そういつ出していいんだろう。あとはあのなんかそのゲネプロの前に囲み取材していただいたんですけど、そうなぜか私が入ってるので囲み取材になんか全然大したこと喋ってないけど、なんかその取材の感じで映ってるので
あれもぜひぜひ見てください。黒板を作ったの？いや、そっか、みんなホワイトボードあんま見てないか。そっか、そうだよな。いや、ちょっともっとみんなに注目してもらえるように頑張るわ。いつあげていいんだろうね、写真撮ったんだよね。よし。というわけで、あ、あとペンライトも、ペンライト持ってきた方が楽しめるかもしれない。そうです。ぜひぜひ。というわけで、無事初日終わりましたので、明日もね、見に来てくれる方はよろしくお願いします。そして、今日もありがとうございました。今日見てくださった皆さん、ありがとうございます。はい。じゃあ、それではもう遅いので、終わりにします。じゃあバイバーイ。ランキング読みます。13位ショートさん、12位、和田ちゃん、あやね大福さん、11位くまくまちゃんさん、10位 YSA73、 お疲れ様でした、明日も頑張ってさん、9位茶太郎あやちゃんまんさん、8位わたあめさん、7位ソウルメイトさん、6位のりーさん、ロニーやえだいふくさん、5位お父さん埼玉さん、4位やすべえさん、3位ぎょこたさん、2位夏目やねだいふくさん、1位すいかやねだいふくさんです。ありがとうございます。それではみんな、おやすみなさい。バイバーイ。